ゼウスにより、しかし、復帰、何故このような場所に呼びつけたのか、人前では言えぬ重要な要件なのであろうな。何を言う坊主、お主が話があると言うからわしは来たんじゃ。要するに二人揃ってはめられたということか。我らはすでに敵の包囲の中にあるようだ。卑怯な手で我らを呼び出し罠にはめるとは、お前の正体、その目的、全て白状するがいい。これから死ぬまで理由を話す必要もあるまい。問い詰めるだけ無駄なようじゃ。まず眼前の敵を平らげるとしよう。ひとまず窮地は脱したか。よもやここまで踏み込まれようとはどうだ。あいにく気を緩めるのはいささか早いよ。新手だ。しかも絵も言われぬ奇怪な姿形をしている。自分と同じ手にかかる様を見るのは不快なもので、だが直ちに行って救ってやらねばなるまい。見事じゃ。お主のような大器旋回にも見当たらんわい。怪物どもの構成はとどまるところを知らぬ。この砲撃をかいくぐって救援に向かうのは無謀か。じゃが見ろ、仲間同士打ち合いを始めおったぞ。血の気が多いばかりだ。おつむは弱いらしい。誰かに操られておるようじゃが。さて、面白いか。奴を倒せば一網打尽にできるかもしれん。共にいざ参る。やがる。はぁ、はぁ、はぁ、ルッキー、貴公ならば敵将一人を撃つなどたやすかろう。私はその間に東側から進み、三蔵との距離を詰める。わしが将を撃って怪物どもが混乱した隙に三蔵を救ってやってくれ。やってくれるの、その強さわし以上かもしれん。ああ、よかった、助けてくれてありがとう。私のために戦ってくれたんだよね。お礼に癒してあげる。誰も来てくれなかったらどうしようかと思ったよ。でも太鼓坊さんたち、こんなとこで何してたの？言うとなし忍者の求めだ。厄介な奴らを連れてきたもんじゃの。じゃが、お主を倒せばそれまで。よかろう。はぁ、はぁ、はぁ、貴様に俺が撃てよう。こいつらの餌食になるがいい。お約束の場所に来てみれば恐ろしい生き物が。一体どうすれば。見ての通り、狙われたのは我々だけではない。未知なる敵が旋回の力をそごうとしているようだ。もしかしてみんなも私と同じ目に。大変、急いで助けなくちゃ。超水量、これで
た奴らの足並みも乱れるはずじゃ。凶暴であることは変わらんだろうね。竜となっていた愚かな怪物どもが仲間内でいさかいを始めたか。復帰が守備よくやったこの隙に歩を進めるとしよう。急な呼び立てに取る者もとりあえず来てみれば、すっかり囲まれているようです。こんなことなら薬草を持参すべきでしたね。やれやれ、神王までも同じ手にかかってた。急ぎ救いに行くとしよう。超死ぬケンターペア、共にいざ参る。やがる、助けに来てくださったのですね。なんとお礼を申し上げればよいか。救いの手を得られようとは感謝せねばなりませんね。先ほどの生き物は何なのでしょう。群れているのにどこかバラバラで。奴らの弱点を瞬時に見抜くとは大したものだ。その通り、操るものがなければ傲慢な怪物に過ぎない。あのような生き物は初めて見ました。怪物の軍と呼ぶには統率を欠いているようですが。今は操る者がそばにおらぬせいじゃ。一斉に攻められるのは厄介この上ない。うまく誘い出せたと思ったが、存外しぶとい奴らだな。だが奴らは吐いて捨てるほどいる。旋回の者どもを根絶やしにしてやれ。どんな攻め方が行えるか。上司流剣だ。俺が命ずればこいつらは最強の兵器と化す。今こそ真の恐怖を思い知れ。竜となる君だ。とどめだ。あの鳥を兵器としか思ってないんだ。そんなのダメだよ。急いで止めなきゃ。共にいざ参る。やがる。いつの間にか手駒が減っているようです。ですが私が指揮を取れば支障ありません。この方が指揮を取っているのですね。つまりあの方さえ止めれば。竜となる君だ。随分数が減っているな。この巨体が負けるはずがない。行くぞ。力を示す。一歩も動くな。砕け散れ。あのものですね。怪物たちを指揮しているのは。では私がお相手しましょう。力を示す。超死竜剣だ。巨体の影に隠れてるはずだったのに。竜となる君だ。指揮官を失えば敵は怪物の寄せ集め。勝機も見えましょう。統制が取れればろくな戦力にもならない。誤算だ。やってくれるの。その強さはわし以上かもしれない。やってくれるの。その強さはわし以上かもしれない。あなたは本当によくやってくれますね。期待以上の成果を残す全軍の星ですよ。いつもすごく頑張ってるね。私あなたのために一生懸命踊るから。見事じゃ。お主のような大器旋回にも見当たらんわい。力を示すのだ。やったろ。
叫んで踊るから。よもや二度までも。これが破れては黒木様の守りが。超死竜剣山。よかった。これであの鳥たちもおとなしくなってくれるはず。竜と夏の体に鬼たちが出る。雨土も見入られておりましょう。いつも前線で張り切ってるよね。疲れたら私の踊りで癒してあげるから。かぐやさん、痛かったでしょ。今癒してあげるからね。ありがとうございます。いつもながら素晴らしい戦術ですね。ただでさえ荒ごとは増えてだというのに、頼みの薬草の後は参りましょう。もう遠慮しなくていいのに。言ってくれればいくらだって癒してあげるから。好きな敵に遅れを取るとロキ様。どうかご無事で。これであの者たちの力も弱まったでしょうか。あなたは本当によくやってくれますね。期待以上の成果を残す全軍の星ですよ。私たちをおびき出して襲わせるだって、何のためにこんな恐ろしいことを。いたずらとしてはひどすぎるよね。本当に、なんでなんだろう。三蔵を救い出した手並み、見事じゃ。まあ、それもわしの策あってこそじゃの。貴公ならばもっと良い案を出せると思っていたが、私の力がなければ果たして成功していたかどうか。坊主が言うてくれるわ。神王さん、大変だったね。でも、これで大丈夫。薬草があれば自分で回復したのですが、お手を煩わせてすみません。旋回の者の力、これほどとは。二度と人間界に近づけぬ。ここで潰す。てなことを言いよる。消えるのはお主の方じゃ。我々の領域に踏み込み、怪物を引き連れ蹂躙した。全知全能たる私がその罪の重さを教えてやろう。撃退はしたが、由々しき事態と言わざるを得まい。異界の者の侵入をまんまと許したのだからな。あの子たちすごく乱暴だったよね。悟空の方がまだお利口だよ。それにしてもあの男は人間界のことを口にした。嫌な予感がするわ。